もいつもお世話になっております。今回は再生編3層の解説動画になります。まずマーカーの位置と3階の一例をお示しします。それでは基礎知識から始めます。このボスは3種類の基本の攻撃がボスにかかるエフェクトで変化する特徴があります。まずそれを基本攻撃ごとに説明します。エレメンタルブレイク、最初に8方向3回します。その後エフェクトが雷だったら3回、炎だったらペアで頭割り、光だったらタンクとヒラ2名に扇形の頭割り攻撃をしてくるので3方向3回です。バーンストライク、ボスの向き基準で前後直線範囲が来ます。その後エフェクトが雷だったら直線範囲が広がり、炎だったらノックバック、光だったら足元設置型の範囲攻撃をしてくるので集まってドンってなってから移動します。シンソイルスラスト、ランダムで一人に線がつながり浮遊拘束されます。エフェクトが雷だったら距離が近い2名に扇形範囲なので北に行き、扇範囲をタンク2人が左右に誘導します。炎だったらボス背面で頭割り、光だったら対象者に円範囲タスキ弾射ごとに5秒後に全体攻撃なので北で1人で受け、他の人は背面です。ちなみに対象者は強制的にボスサークルより外に移動させられ、詠唱が中断されますが、これは初めからサークル外にいることで詠唱中断を防げます。それでは行きましょう。エレメンタルブレイク、最初に8方向3回します。エフェクトが炎なので8方向3回の後ペアで頭割りです。バーンストライク、最初に前後直線範囲が来ます。エフェクトが炎なので直線範囲の後ノックバックです。アムレン剣術を使いましょう。シンソイルスラスト、ランダムでタンク以外1人に線がつながり浮遊拘束されます。エフェクトが炎なので背面で頭割りです。後援後輩、全体ダメージと継続ダメージです。爆炎国、ヘイト1位に強攻撃、さらに物理ダメージ増加デバフと爆炎デバフがつきますのでタンクスイッチします。天輪章、詠唱中にエフェクトをまといフィールドに雷と炎の渦が出ます。最初は炎確定で炎から円範囲が出るので雷側がアンチになります。ただ爆炎がついたタンクの爆発はここで起こりますので爆炎持ちに近づかないようアンチへ行きます。バーンストライク、最初に前後直線範囲が来ます。エフェクトが雷なので直線範囲の後直線が広がります。もしここで炎だった場合アムレン剣術は温存した方が良いです。シンソイルスラスト、線がつながり浮遊拘束されます。エフェクトが雷なので対象者はボス正面へ行き、タンク2人は対象者の横で範囲を誘導します。また対象者には継続ダメージも来ます。エレメンタルブレイク、最初に8方向3回します。エフェクトが雷なので8方向3回の後3回です。視点絶技、詠唱中にエフェクトをまといノックバックの後フィールドに雷と炎の渦が出てアンチはエフェクトの逆、さらに外周にボスが2体出てきてタンク以外に線がつながります。1体は雷のシンソイルスラスト、もう1体は炎のシンソイルスラスト。雷はタンクとで処理し、他の人は頭割りをしましょう。最後にボスが移動し、雷、炎の順にバーンストライク直線範囲をしてきます。アンチの斜め四隅で雷が終わったらアムレン剣術をして楽に処理ができます。ちなみに外周ボスはシンソイルをしてきたボスから45度ずれて出現しますので、シンソイルなボスがいたところがアンチになります。それでは戻ります。エフェクトが炎なので雷側がアンチになります。線がつながったら外周のボスのエフェクトを見ます。雷だったらアンチ北で、
タンクと一緒に処理、炎ならアンチ南で頭割りです。ちなみに渦からの範囲の目安はフィールドの真心ラインになります。新ソイルが終わったら外周のボスが雷、炎とバーンストライクしてきますので、まず雷の範囲を避けてアムレン剣術を使い、炎のノックバックを無効にします。エレメンタルブレイク、エフェクトが炎なので8方向3回のアドペアへ頭割りです。公園荒廃、全体ダメージと継続ダメージです。エレメンタルブレイク、エフェクトが光確定なので8方向3回の後3方向3回です。ここから光が登場します。バーンストライク、エフェクトが光確定なので直線範囲の後設置型の円範囲が来るので横へ移動し、ドンってなったら移動です。新ソイルスラスト、エフェクトが光確定で誰かに線がつきますので対象者は北へ、他の人は南へ。公園荒廃、全体ダメージと継続ダメージです。ここでは先ほどの光の全体ダメージも直前に来ているので注意です。爆炎国、ヘイト1位に強攻撃と物理ダメージ増加デバフと爆炎デバフがつきますのでタンクスイッチします。シテンション、ボスのエフェクトが雷か炎をまといます。この場合炎なので雷側がアンチです。そして雷と炎の四角い板が2つずつ出現します。そこから前後直線範囲が出ますが、ボスのエフェクトと同じ属性は範囲が拡張されます。図のようにアンチは3箇所ありますが、爆炎持ちタンクは1人で外周のアンチに行きましょう。では戻ります。ボスのエフェクトが雷ですので炎側がアンチです。タンクは直前でスイッチしているので爆炎は ST が持っていて、影は MT が持っています。 MT は一度外周側に移動しボスを連れていくことで ST も殴れるようにしています。バーンストライク、エフェクトが光なので直線範囲の後横で設置型範囲を捨てます。新ソイルスラスト、エフェクトが炎なので対象者は南で頭割りです。エレメンタルブレイク、エフェクトが炎なので8方向3回の後ペアで頭割りです。打撲絶技、これは先ほどのシテンションと新ソイル、バーンの複合になります。ボスのエフェクトが炎なのでアンチは雷側になります。しかし今回ノックバック時に竜が出現しランタゲで向きが確定、後に270度の範囲を打ってくるので一旦アンチとは逆側で竜の向きを誘導します。誘導したら逆側のアンチへ移動しますが、この時に外周のボスから炎と光の新ソイルスラストが来ます。光の人は中央側で、他の人は外周アンチ側で頭割りします。最後に外周に3体ボスが出現し、それぞれエフェクトをまとい光、雷、炎の順でバーンストライクをしてきます。これにはほぼララ式と呼ばれている簡単な方法がありますのでご紹介します。ノックバックの5線がついたら、その線の先にいるボスを見ます。視点絶技の時に軽く触れましたが、バーンストライクの外周ボスは、新ソイルなボスから45度ずれて出現します。つまり、新ソイルなボスがいたところから、バーンストライクの直線が来ないことがわかります。ですので、新ソイルなボスが、アルファベットのマーカー上にいたら、アルファベット、数字にいたら、数字に最後駆け込みます。そこで、光の設置型範囲を置いたら、そのまま外周へ行って、雷のバーンストライクが終わったら、アムレン剣術をして終了です。それでは戻ります。ボスのエフェクトが炎なので、
雷側がアンチですが、まず、炎側で、竜の向きを誘導します。竜が降ってきたら、アンチ側へダッシュします。新ソイルが来ますので、ボスのマーカー位置を確認し、線は、光が内側、炎が外側アンチに行きます。アルファベット上だったので、近くの D マーカーに集まります。新ソイル光が爆発したくらいで、さらに外周に避難し、雷のバーンストライクが終わったら、アムレン剣術をして終了です。エレメンタルブレイク。エフェクトが、雷なので8方向3回のあと3回です。公園荒廃。全体ダメージと継続ダメージです。天輪章。詠唱中にエフェクトをまとい、フィールドに、雷と炎の渦が出ますが、今回は配置が変わります。詠唱中は、炎のエフェクトをまとっていたので、雷渦が周囲のアンチです。さらに、エレメンタルブレイク、雷か炎が来ます。エフェクトが、雷なので8方向3回のあと3回です。最初のエフェクトで、渦のアンチを判断して、エレメンタルブレイクのエフェクトで、8方向から3回カペアを判断します。とてもアンチが狭いので、注意してください。爆炎国。ヘイト1位に、強攻撃と物理ダメージ増加デバフと爆炎デバフがつきますので、タンクスイッチします。指定章。ボスのエフェクトが、雷なので炎側がアンチです。1回目の指定章から、光、または炎の新ソイルが追加されています。アンチは3箇所ですので、爆炎持ちタンク、光の新ソイルだったら、対象1人、その他の3箇所で分かれましょう。炎だったら爆炎タンク、その他の2箇所で受けます。プリズマチックインビジブル。外周近くにいないとボスが見えず、ボス3体同時に直線攻撃してくるギミック。攻撃してくるボスは、外周へ行くと3体手を挙げているので、その3体の直線ラインを避けましょう。まず、外周に3回しておき、ボスが手を挙げていたら中央へ行きましょう。その時対面へ向かって、ボスは直線攻撃してきますので、対面の人も前に出ます。そうすると外周へいるのは2人だけになり、そこがアンチであるとわかります。これを2回繰り返します。ちなみに、外周に寄っていないと、外周ボスは見えません。それでは戻ります。外周に3回します。私のところは手を挙げていませんが、対面が出ているので、前に出なければいけません。2人とも動いていないのが、マーカー、2、4になりますので、そこがアンチになり集合します。この時、もし遠いところへ行ったとしても、間に合うくらい余裕はあります。2回目です。今度は、私のところのボスが手を挙げたので、前に出ます。二人とも動いていないのが、また、マーカー、2、4になりますので、そこへ移動します。公園荒廃。全体ダメージと継続ダメージです。魔装連続剣。エフェクトに合わせたエレメンタルブレイク、バーンストライク、新ソイルスラストを連続でやってきます。それぞれをアニメーションで見てみます。まず、雷です。エレメンタルブレイクで8方向3回から3回。バーンストライクで、前後直線から範囲が広がり、新ソイルスラストの対象は、北へ行きタンクと処理します。次に炎です。エレメンタルブレイクで8方向3回からペア3回。バーンストライクで前後直線からノックバック。新ソイルスラストの対象は、南へ行きみんなと頭割りです。次に光です。
エレメンタルブレイクで8方向3回から3方向3回。バーンストライクで前後直線から横で設置型範囲を捨てる。新ソイルスラッシュとの対象は北で一人で受けます。図で見てわかる通り、最初のエフェクトで統一した基本技が連続で来るだけですので落ち着いて処理しましょう。それではラストスパート、魔装連続剣炎。8方向3回の後ペア頭割りです。その後直線避けつつアムレン剣術使います。最後南で頭割りです。後援後輩、全体ダメージと継続ダメージです。魔装連続剣雷。8方向3回のあと3回です。前後直線から範囲が広がりますので注意してください。特に南北の人。新ソイルスラッシュとの対象は北へ行きタンクと処理します。後援後輩、全体ダメージと継続ダメージです。魔装連続剣光。8方向3回から3方向3回。前後直線から横で設置型範囲を捨てる。新ソイルスラッシュとの対象は北で一人で受けます。後援後輩、全体ダメージと継続ダメージです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチッてしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。